アーミル、破産キラーが怖いのか？母、俺はゲーボーイかって。まあ俺も怖かねえけどな。でももし俺たちのところに来たら、俺たちの首を切り落として冷蔵庫に置いておくかもしれないよな。いや、奴は俺たちのあれを奪って自分のあれにあれしようとするんだ。なんだこのつまんねえ話は。明らかに薬が必要だ。ベンザブロック、てめえは新生児だ。そしてマーザファッカーだ。ママに泣き方しか教わってないんだな。おーし、おしゃべりはそこまでだ。今日は君の出番だ。寒いからな。ピーターに火をつけるための焚き木を探してきてくれや。オッケー、ヌーブイヌ。私、ゆかりさんとの実況は初めてでしょうか。よろしくお願いします。うん、苦しゅうない。ロリのもの、地高揺れ。ああ、噂通り変わった人ですね。確かに扱いづらそうです。今回は私がプレイ担当なわけですが、このゲームもゆかりさんのような変わった雰囲気ありますね。ありがとう。え、よく見るテクスチャですね。相変わらず綺麗な。うわ、入ってる。綺麗なうんち。結局はバッチリですから。まあトイレには用事ないですね。外に行かないといけないみたいですが、一応先にお家の中を物色しておきましょう。怪しい成人男性の二人暮らしだからね。ロリには刺激の強すぎるものが見つかるかもしれない。あー、お水とジュースと、とりあえず全部いただきますね。おう、独り占めしちゃうんだ。ええ、これから寒い中外に出てお仕事しないといけないので、これはその報酬を先にいただいたようなものです。薪を5本見つけ、ライターでストーブを焚く。てかゆかりさん、その服寒くないですか？お気に入りなのよ。え、寒くないです。とっても寒いです。体がキンキンに冷えてやがるよ。あ、ありがてえ。ありがたくねえから。なぜこのマスクを車に？アーミルは僕を怖がらせたいのかな。オンボロ自動車の中に怪しげなマスクを発見しました。なんでこんなところにこんなものがあるんだよ。怪しいマスクか。怪しいわね。はい、そうですね。薪だ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 。ご飯全部見つけた。ストーブに薪さんセットして。さよなら薪薪。やめて。うん？何か聞こえました？いいえ。そっか。薪さんも、燃やされたら熱いもんね。はや！よく燃えるぜ。で、ここから私が参戦する流れなの？いいえ、定員オーバーです。おっぱい置いてお帰りください。冷たいな、ゆかちゃん。こっちとら冷えてんだよ。キンキンにな。あの、進めますよ。どうぞ。あ、なんだその目は。なあ、エイバズ。長い間ハイになってなかったよな。少々キノコなんてどうだ？何か持ってるかい？いや、ポリが怖くて持ってきてない。でもな、いいニュースがあんだよ。この辺りはキノコの名産地なんだ。なんでもっと早く教えてくれなかったんだ？おめえはバカだからよ。話すとこの辺のクソを全部食べちまうだろ。 Go to hell だぜ。で、どこに行きゃいいんだ？私キノコ大好き。私のためにキノコを探しに行ってくれるなんてよくわかってるじゃないか。キノコは乾燥した木の下で見つかる。いっぱい食べる。3人前で頼むわ。はよ。ロリのものよ。危ないお薬とかキノコとかに手を出してはいけないよ。まさかこれは危ないキノコを体験するホラーゲームなんですか？そうなの、知らんけど。乾いた木って、あれのこと？あったあった。キノコ。キノコ。キノコ。三人前確保しました。それではお家へ帰りましょう。いで。ナイスワークだ。やりますね。せやろ。早速ちょうだい。粉にしてちょうだい。粉にしてテーブルの上に準備してちょうだい。本当にそんなこと言ってるんですか？翻訳、合ってます。3割くらいは合ってると思うわよ。できました。キノコの粉末粉パウダーです。すんごい粉。なんだかテクスチャはよくわからない物体ですね。まあいいや、いただきましょう。食べました。食べてすぐは何も起こらないですね。ハズレかな。1分後。ほえー、あー、決まったねへえ、危ないキノコ。摂取するとあんな風になるんですか、ゆかりさん。ん？
私危ないキノコ使ったことないんだけど。畜生、頭痛が痛い。バッチバチに飛んだな。待ってくれよ。アーミルの野郎はどこに行ったんだ？アーミルの衣装を見つけました。ナムナム。やあ、アイバズ。このメッセージを見たら、君は元気だということだ。キノコを食べたとき、あなたは過剰摂取した。私が何をしても、あなたは目覚めなかった。今私は、助けを求めて村に来た。車が壊れて動かないんだ。だから車で連れて行けなかったんだ。このメッセージを見てくれてたら幸いだ。もう、またやっちゃった。あ、そんな感じなの？もうキノコは決めないって誓ってたのに。とりあえず冷蔵庫から何か探して食べよう。また気を失いそうだ。しかし残念なことに、冷蔵庫の中に食べ物はありません。なぜなら私がすべて回収したからです。何ですか？これ。ぶっしゃぶっしゃ。うわ！誰？さらに誰？一瞬だけ急に忙しかったね。そうですね。冷蔵庫に生首が入ってて、それを確認した途端。うん。なんだかわちゃわちゃしてて怖がる暇もありませんでした。てか、そこ、アーミル。すぐ、そこ、サンクス。違うよ。はぁ！夢か。はぁ、びっくりした。アーミルはここで寝てるじゃないか。ビビったぜ。破産キラーが来たかと思った。おい、起きろよ。頭が蹴っちゃダメ、頭は。破産キラー。そっか、さっき見たのは、冒頭で映ったあの。ああ、このシーンね。違います。滑らかすぎるケツだけ歩き。ドアをノックしてるのは誰だ？ポリに見つかっちまったか？ああ！アーミルの、生首の、名残が。いや、そんなことより、誰かが扉をノックしてるって。ポリです。嘘。よー、アイバズ。何を慌ててるんだ？アーミル、変なもの食べてんじゃねえよ。まだ夢の中にいるのか？なーに言ってんだ、アイバズ。まだキノコ食べてねえのにもう幻覚を見てんのか？黙れー、そこで寝てたんじゃねえのかよ。誰と喋ってんだ、アイバズ。おめえは悪夢だな。頭ん中から出ていけな。何言ってんだよ。話し合いで解決しようじゃないか。私の頭の中から出て行ってくれ。アイバズを起こしてやるにはやっちゃうしかねえんだな。え？あえ？状況が全然わかりません。え？なんで？なんで？なんでちょっと大きくなったんですか？キノコがちょっと大きくなったって。ノリの匂いも。え？見てくださいよ。アーミル、ちょっと大きくなってますよ。そんな、私、アーミルのキノコなんて見てないから。この人一体何の話してるんですか？よくわかんないので、切っちゃいましょうか。なんと、虚勢か。あれ、判定ないんですけどどうしましょう。ふむ、困りましたね。とりあえず、一旦食べ物とか飲み物使って、HP 回復しておきますね。急にしばかれちゃうんだもん、困ったな。この状況でどうしてそれができる？あ、1アーミルやりました。これ、幻覚見てるとして、実態はどっちなのかしら。お互いに攻撃が当たってない。はい、どうも、破産キラーです。アイバズ、この世に別れを告げな。この瞬間をずっと待っていた。もし俺が死んだら、てめえを地獄に連れて行くぞ。お前は何者でもない。他の犠牲者のように。うわぁ、何ラウンドですか？来るな来るな来る。ゆかりさん、破産キラー、優しいですよ。顔はキモすぎですが、一切手出ししてこない、真摯な一面があるようです。あら、かわいそう。こいつを倒して、ゲームクリアになるんじゃない？だから非暴力でついてくるだけなのかも。あ、クリアしやすいよう配慮してくれてるんですね。ありがたい。ラスボスが非暴力なのはありがたい。ロリでも安心して遊べるよ。これには全ロリがにっこりです。どうしよっかな。あ、まずい。破産キラー、動かせないから。トイレに入ったら、私が出られなくなっちゃう。仕方ない。やりますか。やっておしまい。私をトイレに閉じ込めなければ、まだ生かしてやったのに。よいしょ。というわけで、危険なキノコによって、現実と幻覚の区別がつかなくなっちゃうお話でした。メニュー画面キモい。